わあ、え、なにここ、白い箱、どういうこと、これどこ、え、なに、なんで、え、ゆうちゃん、え、なんか今恋した、ゆうぎりちゃん、あ、そうです、ゆうぎりです、助けてください。残念ながら助けることはできません。え？あなたをここに閉じ込めたのは私なのだから。やばい人だ。ちょっと、え、ど、何が目的ですか。体、え、右乳、左乳、どっち。ちょっとお静かになさってね。怒られちゃった。はじめまして、天の声です。あ、はじめまして、夕霧さんのプロデューサーさんから私にこんなメッセージが届きました。え？天の声さんへ、お世話になっております、夕霧プロデューサー私 P でございます。え？夕霧の事務所が解散してもうすぐ2年が経とうとしていますが、フリーになってから地上波の仕事が一本もありません。言わないでよ。そんな現状を変えるべく天の声さんに鍛えていただきたいです。よろしくお願いいたします、私 P。 こちらが私の元に届きまして、夕霧さんを閉じ込めさせていただきました。乱暴だよね。地上波の仕事一本もないんですってね。一本もないです。あの、この前自分でホームページのバイオグラフィーのところ編集してたら、事務所なくなってから仕事なさすぎてびっくりしましたね。え、恥ずかしいでしょ。恥ずかしいですね。え、なに、ちょっと気持ちくなってきたかもしれない。それをね、プロデューサーさんがね、見越して私に助けを求めてきたわけですが、はあ、夕霧さん的に原因は何だと思います。え、原因な、え、面白いこと言えないからですかね。まあ、それもありますね。もう、他にもあるんだ。え、何ですか。まあ、こんなこと初対面で言うのもなんですが、お友達が少ないから、これがね、大きな原因ですね。それは確かにめちゃめちゃ限られた仲間としか、すいません、遊んでないです、すいません。狭く深くもいいですけど、この業界やっぱりつながりが大事になってきておりますからね。確かに、これからはやっぱお友達をね、増やして広く浅くのお付き合いでお仕事ももらってくるのも大事なんじゃないかなとプロデューサーと話しておりまして、はあ、今日はちょっと夕霧さんに課題がございます。え、課題？はい、今から私が夕霧さんのお友達役になりまして、友達として夕霧さんに相談事をします。この相談事で夕霧さんの方から私が欲しい言葉が返ってきたら友達成立ということで。え、めっちゃ難しい。まあ、難しいでしょうね。むずい。え、でもこれちょっと やんないと箱から出してもらえないということですもんね。はい、一生 やります、やらせてください。わかりました、そこまで言うならやりましょう。お願いします。ではよろしいですか。はい、お願いします。私からの相談です。夕霧ちゃん、親友が彼氏との時間ばっかり優先して、全然私の時間を作ってくれないんだけど、どうしたらいいかな。うわ、そう、相手が求めてる答えですもんね。シンキングタイム。うわ、シンキングタイム。あ、考えさせてくれるんだ。よしよし。カン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 。短い。終わりです。あ、わかりました。これはいつ、行っちゃっていいんですか？いつでもどうぞ。あ、わかりました。行きますよ。天の声ちゃん、それはすごく辛いね。すごく嫌な気持ちだよね。そうだ、わっちが今からそいつに行ってきてあげようか。こう、天
天の声ちゃんとの時間をもっと作んなきゃダメだよって言ってくるよ。言って断られたら？って断られたら？嫌われたらどうするの？あ、確かに確かに。それで天の声ちゃんが不利になったら良くないもんね。別の、でも共感を示すのは大事だと思うんですよ、これ、わっち的に。だから、あ、分かった、そう、ずっとそうだねーっていう。そうだね。友達、不成立です。不成立また一人あなたの元から友達が去っていきました。やばい、嘘まず、ちょっと。ちょっとふざけて答え始めましたね。ふざけてないよ。ちょっとふざけた子犬のような声を出しましたね。いや、なんか、かわいいじゃん。って。不愉快でした。あ、ダメだ、そうだ。相手が不愉快に感じたらもうそれはダメなんですよね。そうだわ。はい。残念ながら、この計画は失敗。ということで。ちょっと、どうなるんですか、これ。どうしますか？もう一問。再チャレンジしてみますか？あ、もう一問やります。あの、絶対に犬の鳴き声とか出さないんで、ちょっとお願いします。そう、子犬にならない。はい、すいません。それでは2人目の相談者です。なんか最近友達が別の友達の悪口ばっかり言ってて、すごい居心地が悪いんですよね。どうしたらいいですか？シンキングタイム。シンキングタイム。この時間が大事。この時間に情報を整理しないといけないですからね。まずは友達。カン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 。早い。じゃあいきます。友達はね、待ってくれませんから。そうか、待ってくれないか。オッケー。すぐ返す。いきます。天の声ちゃん、確かに悪口一緒に言うのって嫌だよね。わかる。そういう時はさ、話題を変えたらいいんだよ。例えば。最近やった対応は何とか、こう相手に聞くとか、やっぱそのね、ちょっとそんなこと聞くって思うじゃん、向こうも。だからこうびっくりして、もうその悪口とかどころじゃなく、真剣にきっとその子、友達は考えると思う。最近やった対応何だったっけかなって、あの行為を絶対に思い出し始めると思うから、あのそれがチャンスだと思う。だから話題を変えよう。これで少女だったら、そうか、そうだよね。ごめんごめん、これはね、バッチが悪かった。勝手に決めつけてしまった、その友達の友達を。あ、これもう完全にバッチが悪い。え、やり直せますこれ？じゃあお願いしてもらってもいいですか？あ、はい、いきます。天の声ちゃん、確かに友達の悪口言わされるのって嫌だよね。だってそれに同意しても自分が悪者になっちゃうし、そうやって傷ついてるっていうことは、きっと天の声ちゃんもそんなことを言いたくないし聞きたくないんだよね。だからそんな時はその友達の元を去る。そしてその空いた時間でわっちと遊ぼうね。最近流行りの遊園地とか行こう。うちらほらバーチャルだから、そんななんか感染とかしないしね。わっちと遊ぼう。これだ、完全に来た。あなた大前提を忘れてませんか？お？お友達を増やすためにやっているのに、うん、今お友達を減らしましたね。すいません、友達の友達を減らしてしまいました。そういうところですよ。こういうところか。あと、もう一回やるためにお願いをしてくださいって言ったのに勝手に始めましたね。すいません、すいません、すいません、ちょっとこの箱がの強度がちょっと強くて音が聞こえなかったみたいで、すいません。まあ、それはこちらのミスなので、すいません。いいとしましょう。はい、あざす。ただやはり、友達作りはまだまだ勉強が必要ですね。勉強します。じゃあ、残念だったということで、今夜は一晩、そこでお過ごしください。マジで？ちょっと出してくださいよ、ちょっと。まだお風呂も入ってないのに。一晩ぐらい入らなくたって平気でしょ。つらい、つら
ないよ、あそこ、あそこが匂っちゃうよ。またね。